ミックスパイくださいは、1990年3月26日から1999年3月26日まで中文日本放送で放送されていた、情報バラエティ番組。CBC 会館1階フロントスタジオからの生放送。放送末期には CBC 放送センターからの生放送。放送末期でスタジオが移転した先の CBC。 放送センター当時としては、珍しいローカル局自者制作の夕方ワイド番組で、9年間にわたって放送された長寿番組である。放送時間は、第1回放送から約8年半にわたって17時18時だったが、1998年9月28日放送分からは16時50分18時に拡大された。は、放送開始から終了まで一貫して、 小堀正る系が務めていた。CBC では1980年代前半の平日17時代に若者向けのバラエティ番組パロパロエブリデート、とその後番組である情報番組夕焼けワイド510を放送していたが夕焼けワイド510が1983年に終了してからは同時間帯はしばらくテレビドラマの再放送枠としていた。 その後1989年10月2日より、同時間帯と平日18時台前半に放送していた CBC ニュースワイドを合わせた計1時間半の枠を CBC ニュース通りと名打ち、このうち17時台に新番組、小堀正る系の時代塾と、瞳、ゆかりの新鮮通信をスタートさせる。小堀が司会を務めていた小堀正る系の時代塾は、 CBC ニュース通りのトップバッターとして17時台前半に放送。スタジオを置かず、東海3県各地からの生中継で進行し、同局放送エリア内で活躍する有名無名の人々を紹介。対する17時台後半の瞳、ゆかりの新鮮通信は、ただ瞳と,と平野ゆかりの司会で CBC のフロントスタジオから生活情報やタウン情報を伝えていた。 その後、18時からのニュースワイドを経て、JNN ニュースコープへと続く流れだった。しかし、1990年春の改編で、JNN ニュースの森を立ち上げる際に、18時半からの JNN 系列全国ニュース枠と18時からのローカルニュース枠が交換されることになり、CBC ニュース通りが分断されることから、半年足らずで枠が解体された。 それに伴い、17時代には、小堀マサ系の時代塾と、瞳、ゆかりの新鮮通信を統合する形でこの、ミックスパイくださいが誕生した。ただし番組第1回の3月26日から3月30日までの1週間は、ニュースコープがまだ続いていたため、ニュース通りの編成がそのまま引き継がれた。番組は主に、東海3県各地のタウン情報を伝える。 取材 VTR コーナーと現場からの中継コーナー、ゲストに招いた芸能人たちとのトークコーナー、翌日と週間の気象情報を伝えるコーナーによって構成されていた。また、視聴者からのハガキやファックスの投稿を受け付けていた。新婦、新刊などの発表に伴う全国プロモーションや、東海三県下で開催される公演や、その告知などで来名した芸能人や文化人、 有名制作者などが、ほぼ毎回ゲストとして出演していた。番組内には、小堀によるゲストとのトークコーナー、小堀マサル系的世界があり、ゲストの出演形態は、事前収録した VTR による、同コーナーのみへの出演という場合もあったが、ほとんどの場合は、生出演であり、同コーナーも含めて、オープニングからエンディングまで通して出演する場合が、多かった。また、 日によってはゲストが2組以上に及ぶ場合もあった。ゲストの顔ぶれには、地元のベテラン女優、山田正から、劇場の舞台に出演中の五木博史や中村玉緒、スマップ、ミスター・チルドレン、小堀と進行の深いザ・アルフィーなどのミュージシャン、アーティストも出演しているほか、当時の地方ローカル番組としては珍しく、淀川長春宮崎駿・駿を ジャッキー・チェンなどもプロモーションの一環として生出演している。なお、番組タイトルには、美味しそうな具が詰まっている雰囲気と、くださいという視聴者を巻き込んだ番組作りを意識している。コンセプトは、右足はバラエティ、左足はジャーナリズム。番組は9年にわたって続いたが、1999年春、改編で本番組とニュースワイドを統合した大型ワイド番組。 夕方、CBC を立ち上げるため、くしくも第1回放送と同じ日付となった同年3月26日をもって終了した。この番組は当時本社機能を用していた CBC 会館1階の広工事通りに面したガラス張りのスタジオ、通称フロントスタジオから放送されていた。通行人は出演者たちを後方から眺めるという形ながら通りから 番組の生放送が行われる様子を観覧することができた。その後、新たに建設された CBC 放送センターが1998年11月に稼働を開始したことにより、番組終了直前の最後の5ヶ月間は、この番組のスタジオも新社屋 B スタジオへと移転した。フロントスタジオの跡地は現在、CBC スタジオギャラリーとして、絵画等の展示スペースに使われている。 小堀は地方局の一アナウンサーではあるが、ラジオ番組を担当していた当時から培ってきた芸能界の人脈が広く、特にザ・アルフィー、小室仁志、南公設などのフォークニューミュージック系のアーティストたちとの親交は深い。小堀は報道記者経験があったため、番組の生放送中に入ってきた緊急ニュースに対してもしっかりと対応していた。 いじめによる若者の自殺が社会問題になった時期には、司会にボイノリオを加え、放送時間の1時間すべてを討論会にしたりと、上記のコンセプトのように、高難両方を兼ね備えた番組作りだった。その他のレギュラー陣には、前期は全国区で活躍する女性タレントや東海三県では、馴染みの深いローカルタレントを多く起用していた。しかし、 後期に入ると、雨上がり決死隊やペナルティ、うなばらや子よ、ともこやどんどこどんといった、吉本工業所属のお笑い芸人たちを多く起用するようになり、次第に番組は、吉本色、関西色が強くなっていった。小堀勝る系の時代塾と、新鮮通信を統合する形でスタートした番組で、あるため、放送開始当初は、月曜から金曜まで全て、小堀と、 平野ゆかりが司会を担当していた。それから半年後の1990年10月に、河野夏樹翌1991年4月からは、初の外部タレントとして、伊藤千恵里がアシスタント陣に加わり、彼女たちを曜日ごとに交代出演させる方式へ移行。さらに平野が中継コーナー担当を兼務するようになってからは、様々なタレントたちをアシスタントに迎え、 曜日ごとに交代出演させる方式へと移行した。ごく稀にアシスタントがロケコーナーを担当することもあった。河野、中橋は担当当時 CBC アナウンサー。以下は番組の序盤に行われていたレギュラーロケコーナーの担当者である。出演期間途中に担当曜日が変わるものも多かった。以下は番組の中盤内視は終盤に行われていた。 特集コーナーの担当者である。以下は番組の中盤内視は終盤に行われていた中継コーナーの担当者である。以下はエンディング前のパートで毎回行われていた気象情報コーナーの担当者である。初代担当者の今泉恵子と最終担当者のタモリ子を除き、すべて一般からの応募者の中から選ばれていた。また番組内でも、 お天気お姉さん募集の告知が行われていた。前任の混同がいわゆるできちゃった結婚で、突然番組を引退することになり、再度一般からの応募者を募る余裕がなかったため、急遽プロのナレーターの卵であるタモリに決まったという。気象情報コーナーは原則、当日の中継コーナーと同じ場所から伝えていた。エンディングテーマに関してはいくつかの例のみを挙げている。 頻繁に変更されており、記載した以外にも多数ある。最終回のラストのパートでは、まず、井上陽水奥田民夫の曲、ありがとうに載せながら視聴者から寄せられたレギュラー陣の似顔絵を20枚余り写した。そして、小堀とレギュラー陣が待機するスタジオの映像に切り替えられた後、彼らが一言ずつコメントを述べた。その後、小堀がレギュラー陣に、 ラジオデイズに参加する人、と問いかけ、挙手することを促した。小堀が視聴者への最後の挨拶をした後、画面に提供スーパーが表示される中で、レギュラー陣が小堀を胴上げしながら番組は終了した。書き外えブリンク、あの日、あの、ジ CBC、プレイバック CBC でのジャンル分けに基づく。1991年10月に開始された、ドサンコワイドが一時。 公式に日本初の夕方ローカルワイド番組であることを評判していたため、現在でもドサンコワイドを夕方ローカルワイド番組の講師であると表現している外部の資料も見られるが、本番組はドサンコワイドに1年半ほど先行して開始されている。夕方。CBC まではコーナーリポーター。一方はメインキャスター、ちゃんと。はメインキャスター、アンカーマン。 番組開始前、CBC が携わっていた世界デザイン博覧会のイベント FM 局 FM デポでパーソナリティの経験があった。ありがとうございます。